門前整体の三信です。また、これから、第3回になるのかな、門前整体の、動画を、セミナーをやっていこうかなと思ってます。で、前回ね、ベクトルの話なんていうのをしてたんですけども、ベクトルとは何かっていう感じですね。ベクトルって、まあ、物理学の力の方向みたいな感じになってきます。で、なんでこんなこと必要かって言ったら、力を入れてるのになかなか力が入らないよっていう風な時っていうのは、力がどういう風に伝わってるかっていうのを頭の中でこう理解ができなかったりとかすると、意外とね、力はどういう風に入っていってるんだろうっていうのが分からなかったりするんですね。で、僕結構考えてて、それをやってみたら、あ、こういう風に力って伝わっていくんだなっていう風なことが分かったので、まあ、参考になるかどうかわかんないけど、僕の考えを、言っていこうかなと思います。で、どうしても、施術をしていくときっていうのは、手の、まあ、親指だったりとか、手の、小だったりとか、手のひらだったりを使ったりして、やっていきますけれども、そこに至るまでに、力が伝わっていく、方法っていうか、伝わり方があるんですね。まず、肩の部分から、上腕の骨、ここはまっすぐ力が伝わっていきます。で、この力が伝わっていくとき、ここのところっていうのは、骨が一つなんですね。ここはここが骨が一つで、力が、こっち向きに 100%伝えていくことができます。で、こことここは頭骨、尺骨って骨が2つあります。なので、力が伝わっていくときに、50%のように、力がこういうふうに伝わっていきます。で、さらにここにね、8つの骨がね、ちっちゃい骨があるんですけれども、解剖学の、教科書とか見てみてください。小さい骨があります。その小さい骨があることによって、手首をこう動かしたりしやすくなっています。なので、まあ、ここにこういうふうに小さい骨が、1、2、3、4、8つあります。まあ、間違ってたらごめんなさい。だいたいこんなイメージです。で、ここに、5本の指があって、1、2、3、4、5本の指があるわけです。で、こういうふうな、手の構造になっているわけですね。で、この時に力を 100% こっち側から、肩からこう体重をかけていきます。で、その時に肘が伸びていなかったりとか、肘を、伸びてなかったりとかすると、力が逃げてしまうんです。まず、だから肘をしっかり伸ばしてあげるっていうことは、力を 100% 伝えていってあげることにはね、とても必要なことなんです。だから、僕らなんかもう20年ぐらいやってますから、肘曲げてもできるようになってますけれども、それはやっぱり関節の強さとかいうのもやっぱり必要になってきます。できるだけ肘を伸ばして入れてあげる。そうすることで骨が、肩から、まあ、体から全体的に力が入ってきた時に、 100% で入ってきた力が、肘のところを、50-50になるところを、これを1本とみなして 100% を伝えていくことができるんです。で、さらに言えば、ここの手首をしっかり固めてあげること。これでここにね、本当はね、全部に対して 25% ずつぐらい力が逃げちゃうんですけれども、そこをしっかり一つにまとめてあげる、まとめてあげるようにすると、手首を返すとか、手首を決めるとか、まあ、いろんな言い方がね、ありますけれども、手首をしっかりと固定してあげることなんです。はじめはね、その手首周りの筋肉の関節の使い方とかっていうのが結構難しいんですね。で、この手首の、力の加減の入れ方によって、力の伝わり方っていうのは変わってきます。ですから、手首を入れる、手首を返す、まあ、いろんな言い方がありますが、一番、初心者の方で力を入れていこうと思うんだったら、リストバンドをしっかりね、ぐるぐるっと巻いてもらうのがいいかもしれません。そうするとね、ここのね、骨のところがね、100% の力が入ってきて、この肘もしっかり伸ばしてまっすぐにした状態で、ここのところも 100% 入ってきて、で、ここの8つの骨のところも、手首をしっかり固めてもらうだけで、リストバンドですね、巻いてもらうだけで力が 100% 入ってくるようになります。で、
でそこで指の方にかけていくか、まあ、手のひらにかけていくかになるんですが、リストバンドをつけた状態で手のひらで押さえていこうと思えばすんなり力は入っていくと思います。なので 100%100%100% で手のひらで押さえることができます。ここからが、ね、難しいんですが、親指とか、に押さえていこうと思った場合は力をこう100、100、100で生かそうと思うんですが、親指だけで指立て伏せなんかできる人っていうのはかなり少ないんです。僕もね実際できません。指だけで親指だけで立てなんて、こんな細い指だけにね、全体重かけることなんかできません。そうなってくると、やはりこのね4本の指、まあ、支え指っていうんですけれども、親指で押さえようとした時にこう支えるんですね。支えてあげた時にいかにこっちの方に力を逃がさずにこっちの親指側に力をかけていくことができるかっていうのが力のベクトルの方向性が必要になってくるんですね。なので、力をこう伝えていった時にこう4本の指ばっかりにこう力を体重かけるんじゃなくて親指の方にかけていく。そうするためには、ここに力をかけていこうと思えば、ここもしっかりか、固めて、リストバンド巻いてあげて、100%100%100% にしてあげて、できたら 80% ぐらいは親指の方に、体重をかけてあげれるようにすればより効果的になってくるんですね。なので、まあ、初めての方は、とかなかなか俺力が入らないよって方は、まあ、皆さんやられてると思いますけれども、リストバンドをしっかり巻いてもらうようにすることですね。本当にそれキュッと締めるタイプが良、かったりします。あとはそうですね、リストバンド以外だったらテーピング巻いたりとかね、よくスポーツ選手なんかでもテーピング巻かれたりする方いますよね。あれやっぱりどうしてもね、その手首とかが弱いんですね。僕ももう20年ぐらいやってますから、僕でも初めの頃は、リストバンドやってました。ほんとぐるっと巻いてビリビリっと、するタイプね。後でね、どんなやつかまた見せたりします。で、力入れていくときにね、あとね、手首の返しっていうんですけども、手首の状態が今この状態だったら力入れた時にね、こう入ってきても角度が逃げちゃうので、力がね、伝わりにくくなります。こういうふうに、力入れたのに力の方がこう下の方に逃げちゃいます。でこうしすぎると手首が上すぎて力が上に逃げちゃいます。なのでこの手首の角度というのが、力をしっかり伝えていってあげる、ベクトルをしっかり伝えていってあげた時に効率よく伝えるためにはどうしても必要なことになります。なのでどの角度が一番いいのかと言いましたら、ほら腕見てもらうとこうまっすぐ来て、まっすぐ来て、この親指もまっすぐ、この状態わかりますか？この状態だったら親指に対して、力をずっと伝えていった時に無駄がないんですね。でもこれが少しでもこう下がってしまったり上がってしまったり横にずれてしまったり、これだったらまっすぐなんですが、これが横にずれてしまったりこうずれてしまったりするとまっすぐ通っていないので親指に対して力が入りません。なので、こうした時に腕を伸ばした時に親指と力を入れたいところ、親指の筋がまっすぐ、一本の筋になっているかっていうのを、ご確認してください。そうしてね、この力の方向を、しっかりまっすぐにしてあげるっていうことをするだけでも力がとても入りやすくなります。もう言ってしまえばこの親指をこう向けて微調整にしていくだけ、これが少しでもちょっとずれちゃうとほらなんか力入らなさそうでしょ、こっちもほらなんか力入らなさそう、横にこれもこうだったら親指にまっすぐ入ってるんだけれども、これが横にずれちゃうとほら力がこうなんか逃げちゃうというか、でこの反対側にしちゃうとこれ手首痛い、僕でも痛いですから、こうしてもダメ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 、まっすぐこうポジショニングを固めるってことですね。でこういう風にしてあげるだけでね、手のね力の方向性っていうのはとてもね入りやすくなりますから、今まで意識されてなかった方っていうのは腕から肘もちょっとまっすぐにしてもらってて、その力の延長線上親指はどこにあるんだろうかっていうのをね意識しながら押さえてみてください。そうしてあげるだけで今までね手首がこうなってたとか少し横になってたとかいう方なんかだったらね、今までよりもより
強さ、力がぐいっと入っていくようになりますから、やってもらえばいいんじゃないかなと思います。でちなみに僕なんかもずっとこれを意識してやり続けてますね。そんな感じです。で今日はねこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。インスタ、フェイスブック、ツイッターも少しだけつぶやいてますから、どうぞチェックの方よろしくお願いいたします。もんぜつ整体、みつどもでした。